悪化をたどる現在の治安状況を直ちに改善し、公共の利益を守るため、植民地に対し非常事態を宣言する。この宣言はカトラー・ベケット卿がイギリス国王陛下の代理人として発令する。戒厳令に沿った法令により、以下の法律を一時的に修正する。集会の自由権、停止する。人身保護の権利、停止する。弁護人を立てる権利、停止する。陪審員による評決を受ける権利、停止する。法令により海賊行為で有罪とみなされた者、海賊行為を行った罪人を助けた者、海賊行為を行った罪人に少しでも関わった者、これらの者は公主刑に処す者とする。始めました全員。ついにか。